さて毎週木曜日は科学です先週木曜日に日向灘を震源とする最大震度6弱の地震に伴い巨大地震注意の南海トラフ地震臨時情報が発表されましたこのまま地震活動や地殻変動に変化が観測されなければ今日午後5時で終了する予定です、はい この地震が発生してから、不安の日々を過ごしている方も多いと思います。すね、この地震のメカニズムと、私たちができる対策について、この方に伺います。毎日新聞客員編集委員の本村幸子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。まさにお盆返上でね、片付けや復旧作業が続いている地域。 もあって、そうですね。まだまだ不安はね、うん、解消されないと思います。はい。何かお二人はこの臨時情報で行動しました？えっとですね、食料と水の備蓄、うん、まあこれをちょっと点検しました。うん、はい。そうですね。やっぱりこう水っていうのはね、うん、もう一番困るかなと思うので、うん、補充の量を増やしました。はい。うん。 あのこう、まあ、今日でね、順調にいけば解除されるわけですけれども、はい、もう安心とはいかないというあたりをですね、解説したいと思います。お願いします。お願いします。はい、ますあの、この南海トラフ巨大地震に関する臨時情報の仕組みって、2017年11月に始まってるんですけども、今回が初めてだったんですよね。初よねうん、当初から、これ社会で理解してもらえるのって不安視されてたんです。うん で最大の、まあ、懸念事項は分かりにくいことでした。つまり、うん、まあ臨時情報っていうと、まあ、特別な感じがするんですけれども、はい、いつ、どこで、どれぐらいの大きさの地震が起きますってはっきり言ってくれませんでしたよね。うんはい、そうですね、<laughs> ねも,うもう地震の余地はもう無理だとは思いますが、ううすも,ね、もう少し具体的にとは思いますよね。うん ね、うん、普段よりも相対的に確率が高まっているって言われても、じゃあどうしたらいいのっていうね、うん、そこも、あの、不安が逆にかきたてられるような、うん、そんな思いを皆さんしたと思うんですね。<laughs> は,いはい、おっしゃる通り。はい、うん。このどこで、いつ、どれぐらいの地震が起きるかというのを、まあ根拠を持って示す地震予知、えー、これが、まあ今の日本では難しいというふうに、うん、うん 変わったことがまあ最大の原因なわけですよね。あ,<ー>あの、まあ、振り返れば江戸時代までは日本人というのはまあ前触れなく繰り返す地震になすすべもなくて、ね、地下に大きなナマズがいるんじゃないかとかいろいろお札を貼ったりとかですねおろおろするだけだったんですね。うん、はい で、明治時代にこう、西洋から地震学っていう学問が入ってきて、うん、基礎的な研究が始まった、150年前のことです。そんな中にも大正時代に関東大震災が起きたりして、まあ、またここで、まあ、何の役にも立たなかったね、というようなう、うん、そういうことが繰り返されてきました。はい、で、一人でも多くの命を守るために、地震学者たちが考えたのが幼稚。 具体的には1962年、まあ、今から60年ほど前でしょうかね、えー、地震学会の有志が予知研究の推進を国に提言しました、はい、つまり地震学の推移を集めて予知を実現する代わりに、うん、その研究に国費を投じてくださいっていう契約がそこで成立したんですね、うんうん まあ、例えば、予知というのは全長をキャッチすることに尽きるので、はい、その地面の歪みを検知する機械を地中に埋めたりとか、うん、それから GPS、はいえー、宇宙からもうミリ単位でその近い、この変動をね、捉えるとか、もう本当精密な観測網を整備してきました。その精密さ、細かさでは多分日本は世界一と言っていいと思いますね。あなるほど。 うん、で政治の方でも動きがありまして、はい、まあ具体的には、駿河湾沖で起きる東海地震というのに照準を定めました。はい、ここは日本で唯一予知の可能性があるという地震として、その全兆をいち早く捉えて、うん、そして気象庁が 警戒宣言を出して、うん、そうしたら政府がどう号令をかけるかという細かい手続きが法律で決められたんですよ。はい、例えば新幹線はこうやって止めるとか、<ー>もう本当にいろんなもう自治体がきっちりその行動しなさいっていうのもマニュアルが決まったんですね。うんはい、しかし、しかし、2011年の東日本大震災で大きく流れが変わることになりました。 この地震も覚えて記憶が鮮明だと思うんですけども、うんはい、まあ宮城沖の地震、ね、宮城県沖で起きますと言ったのが、はい、もう広いもっと岩手から福島まで震源が広がりましたよね。はい、それからマグニチュード8程度と言われていたんですけれども、はいえー、マグニチュード9、つまり何十倍も大きかったわけですよね。うんいい まあ結果的にそのそう、うん、地震学者たちがこう想定して真面目に研究してるんですけどもそれが外れると深刻な被害が出てしまうということを<ー>まあ私たちはまあ知らされたわけです。はいはい、つまり親切にきちんとやった誠実にやった余地余地とか予測がですね<ー>信じ込まれるおかげで<ー>他のその人たちが、まあね、あの予想もしない。 事態にすおろおろするとということが起きてしまったんですね東海地震もその単独で駿河湾沖だけの発生を前提に考えられた仕組みなので本当にこれでいいの、うん、静岡だけじゃないかもよ、ね、という話がまあ出てきて、はい、で和歌山四国宮崎まで視野に入れたらどうなるかっていうもうちょっと大きな 枠組みで考考ええななければという考え方が支配的になったんです想定を超えることっていうのはね、うん、ありまですからねうん,ようんまあその結果できたのがこの南海トラフ地震に関する情報しかも予知はしません、うん、ねしませんちょっと不確かだけど気をつけてねっていう情報を出しますっていうことになりまして。 <laughs> まあそれがね、わ、うん、かりづらいっていうことになってしまったわけですよね。そうそうねこれ本当難しいことで、つまり臨時情報を出しますけれど、確実に巨大地震が1週間以内に来るわけじゃありませんって言われたら、うん、これ ちょっと戸惑うでしょう<や><や>そうう、ね、そうなんですよね。そう、そういうね、<ー>地震が発生する確率が 0. 数高まりました。このれ <laughs> これをどのぐらいの脅威と捉えたらいいのかっていう,う。まあ先方もね、言葉選びに苦労はしてるんでしょうけどね。まああの、これではまあ皆さんなんとなく分かったのは、地震学っていうのはまだね、完成していない、発展途上の学問だな。はいうん 学問なんだなっていうこと。それから、もう完全に防災するんじゃなくて、はい。減災うん。うん。防ぐというよりも、う,ね、うん。災害の程度を減らす、うん、そういうちょっと頭の切り替えを、うん、実は私たち、今、求められてるんですよ。ああ、なるほど。そういうことですね。えー はい。はい、だからこそこ、普段の生活か災害対応かっていう、なんかゼロか1かみたいな、二者択一じゃなくて、うん、常に頭の片隅に来るかもしれない巨大地震のことを、まあ、頭の片隅でいいので、置いて、うん、で、一人一人ができることを、うん、まあなんていうか、常に、こう、 ブラッシュアップしていくっていうんですかそうですね。やっぱり今までね、こう予知にちょっと頼りすぎていたというのは、あの専門家だけじゃなくて、私たち一人一人じゃないんでしょうかね。なるほど。もう365日、いつ地震が来てもおかしくないと、そういう覚悟のもと、覚悟のもと、切り替えて、そして備えて、そうですよ。ということですね。うん あの、やっぱりね、まあ、結果的に小さい地震です、住んで、はい、なんだよって怒っちゃいけないと思うんですよね。はいはい、日本は長い周期で何度も繰り返してくる地震と付き合うしかないので、はい、なので、まあ、こういう、あの、今回のことを、まあ、契機に、ちょっとこれは練習問題。はいうん えっと、捉えてですね、うん、その個人や家族や、それから町内会や、うん、はたまたその自治体とか企業、はいはい、それぞれにできることをこうシミュレーションするっていう、まあ一つのこう実地訓練のように捉えてですね、はい、で、これからどうするということをもう一回きちんと。 考えておくいい機会にしましょうと私は言いたいですね。はい、そうですね。まあ改めてしっかりと向き合いたいと思います。うどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 毎日新聞客員編集員の本村幸子さんでしたさあ先の地震で震源地近くの宮崎ではホテルや旅館のキャンセルが相次ぎ観光客が激減しているそうですまあ、たとえ現地に行けなくても宮崎さんの野菜やお肉などお買い求めいただくと応援につながるかと思います RKB ラジオをお聞きの皆さん声優の大塚明夫です8月24日土曜日朝7時スタートの帰りたいサラリーマンに 会社兼オフコース役で出演しています。ポッドキャスト、YouTube でも配信予定。ぜひ聞いてください。